こんにちは。今日も来ます、意識低い系普段着物みはるです。はい、今日は9月の、21日の水曜日です。ちょっとね、今日喉がね変なんですよ。変っていうか、もうなんで変になってるのかっていうの分かって、咳喘息が出ちゃったっぽくて。そうなんですよね。なんか今日電車に乗る用事があって、で電車の時間をね10分勘違いしてたんですよ。で10分遅いと思ってたら、実はその10分前っていうそういう電車で、しかもその電車を逃してしまうと1時間来ないっていう、もうとんでもないことになってしまうっていうので、めっちゃ走ったんですよね。久しぶりにめっちゃ走ったんですよ、外を。そしたらなんかこうなったっていうなので、ちょっ と途中で咳込んだりとか、なんか声が聞き取りづらいかもしれないんですけど、あんまり気にしないでください多分感染症とかではないです。どう考えてもこれめっちゃ走った後に一気に悪くなったから、もう絶対そうなんだわ。私自身も今まで何回かこういう症状になったことはあって、そうなんですよね。なんかその時はなんでこうなるのかよく分かんなくて、しかもまあ大体ちょっと休んでほっといたら治ってたから、ちゃんとね病院で見てもらうとかしてなかったんで、咳喘息っていうことも知らなかったんですけど、まあ去年違うの、結構前か、3、4年前ぐらいになんか2ヶ月くらい咳が止まんなくなったことがあって、病院行ったら多分咳喘息ですねみたいな感じで、吸入器とかあるじゃないですか、こうなんかヒュッてするやつをもらったりしたので、まあ多分咳喘息なんだなっていう、そういう感じですはいであとね、多分唇のここのとこがちょっとね、なんか白いのついてると思うんですけど、これは食べ残しではなくて薬を塗ってます昨日ね、なんていうの、水ぶくれみたいなのができてることに気づきました。はい、多分ヘルペスですね。いつものヘルペスだと思うんで、いつもの薬を塗ったっていう、そういう感じですね。今回なんかしぶとくって、だいたいいつもヘルペスで薬塗ったらすぐ治るんだけど、なんか昨日塗ってもね、いまいちなんか改善が見られないので、ちょっと困ったなみたいな、そういう感じなんですよね。っていう、まあなんか、そうね、夏前な、ここ1年本当にこう体のここが不調ですっていうのが常にある状態が続いてるなっていうのがすごくありますね。あるけど、まあ熱が出るとかっていうのがないし、それは幸運なことなのかなとかって思って、やっぱ厄年だからなのかな。そういう話を今日めっちゃなるちゃんと、そう、LINE 通話で喋ったら、なるちゃんもそういえば30過ぎぐらいにすごいなんか体の不調が続いてた時期があったっていう風に言ってたので、ってことはまだこれ持ち直す希望が見えるあるんだなっていう風に思いました。またいつか治る日が来るんじゃないかっていう気がしてきたので、よかったです。はいなんかまあ今の私の年齢でこんだけいろいろ不調が出てるんだったら、このまま年齢重ねていってさらに、まあ、不調が出やすいって言うじゃないですか、どうしてもね、年を取っていった方が病気になりやすいみたいな話ってやっぱあるから、私が今の状態でこれなのにこっからさらに年齢重ねたらどうなっちゃうんだろうとか思ったんだけど、まだ大丈夫なのかなっていう、これは今だけなのかなっていうふうに思えたので、なるちゃんありがとうっていう感じですはいなるちゃんはね、まあ、年齢も言うほど別に変わんないけどね、別に変わんないんだけど、普通に友達だし、全然なんていうの、なんかね、友達で喋ってるけど、なんかこういう時に人生の先輩としてのお話が聞けるっていうのもすごくありがたいなっていうふうに思ってます。で今日は、はい、寒いですね今日。私の住んでるところはめっちゃ寒かったですね。なのでもうね、下着がこの肘前丈の下着っていうか肌着にしました。で携帯の電池がないって言われたにして、で、まあ、肌襦袢肌着ワンピース着て、で
長襦袢証券を着てます。ただね、もうあんまりにも寒すぎても無理と思って今お風呂入ったばっかりなんですよね。あの湯船に浸かって出てきたから、あの寒いとはいえ今ちょっと暑くなってきた、どうしようみたいな、そういう感じですね。どうしようかな。で、前の動画でこの正家の長襦袢前サイズに直してもらったらもうめちゃくちゃ着やすいし、襟も崩れないし、もう最高すぎてなんでプレタの長襦袢と違ってこんなに着やすいんだろうみたいな、もうなんかやっぱりサイズが合うって大事だねみたいな話をしたなと思うんですけど、あのこれをね縫ってくださった、まあ、和裁師さんにっていうか、まあ、とお話ししてて、実は別にサイズだけの話じゃないんだと、やっぱり仕立ての違いっていうのも大きくその襟のキープの襟をこう保つ上ですごくね関わってくる部分があるんだよっていうお話を聞かせてもらったので、今度ねあの実物を、ま、一緒に見ながら解説してくださるっていうことだったので、その解説を聞いてここで皆さんにお伝えできたらいいか、まあ、直接動画撮ってもいいよって言ってくださるのであれば直接撮るか、まあ、とにかくねこの襟の、あの保たれ具合が半端ないからあのこの長襦袢はね、もうね夏のプレタの長襦袢はほんと無理になっちゃったんですよ。どうしようと思って、もうなんか直すにしたって襟付けからほどくんですかみたいな、そういう気持ちになっちゃって、でもすっごくねこう夏の襦袢ね、これと、まあ、これ自分で染めたんですけど、これは染めてなくて元からこの色で、ね、すごくねいいと思ってるから、手触り肌触りも気持ちいいし、こう多少っていうか、まあ、透け感があるからその分涼しげっていうか、まあ、実際若干涼しいっていうのもあるし、まあ、ちょっとね確かに結構来たから毛羽立ってきてる感はあるけど、でも長襦袢って別にそんなねなんか見せるものでもないから、こういうこんな裾のところがね、別にそんな気にせずに本当に擦り切れてなくなるまで着たいなとは思ってるんだけど、いやちょっとこの長襦袢のこの肩、こう 見てこのかなんかこうほらほら、このこんだけ引っ張ってこの絵もんだよっていうね、なんか、うん、いつもねなんか興奮して喋ってすいませんって感じなんですけどやっとでも私もねその着物生活を多少何年か続けてきた中で、やっとそのなんて着心地の違いっていうのが分かるようになった自分っていうのが嬉しい。はいすいません、そんな感じです。長襦袢っていろんな沼があると思うんですよ。まあ、色とか素材とか色柄半襟とか、なんかこう透ける透けないとか、なんか竹がとかってもうねハマる要因が無限にあって、私も漏れなくいろんなそういう無限のハマりに、あの少なくとも絶対足は突っ込んでるんですけど、その中でもこう着やすさの沼はやばいもうダメだってなる。もうこれを着てしまったらもう二度と他の襦袢が着れなくなるから、どうすればいいんだろうってなる。今持ってるプレタの襦袢をもうどうしたらいいんだろうってなっちゃって、すごく、うん、困ってる困ってるね。というわけで今日はちょっとね暑いから、あの前閉めると暑くなるかなと思ってちょっと開けたまま喋ったんですけど、そろそろちゃんと着るかな。ほらもうほんと、もうこうするだけでいいんだよ。なんかね長襦袢着るたんびに私もう感動してる気がする。この長襦袢多分動画に出てきたのはこの今シーズン2回目な気はするんだけど、多分2回目だと思うんだけど、そんな感じです。あーどうしようマジで、どうしよう、この人たちどうしようから、マジで襟外すのかな、ねって感じまあ時間は来年の夏まで約1年ぐらいあるはずだし、ちょっとゆっくり考えようかなっていう感じですね。で直すにしたって、その自分で直せるかどうかが分かんなくなったわけじゃないですか。今回その襟の縫い方がそもそも違うみたいな
話で、それは私のこう素人が再現できることではない可能性もあって、それはその和裁師さんのもう絶妙な職人の指先加減とかでもしかしたら実現されるものかもしれないと頼むしかなくなるんだけど、そうなるとこのプレタのどういう風に縫われてるか、そもそも着物としての縫い方じゃないかもしれない縫われ方をしてるものをほどいて直せるのっていうあのきなんていうの、恐れもあるよね。恐れってなんだろうね、なんかまあ そういうのあるよなとかね。幸い私は直接その和裁師さんと対面であの相談させてもらえたりするから、今はねありがたいことでそういう感じなので、まあその時にかあの直接相談した時にかんあの考えます、はいうん、そうね、私が一つ考えてるのはもう気合で私が頑張って襟を外してでバラバラにして、あとはお願いしますってあの、ま、お願いするのが一番あの安全な気はするよね。そう、あとはあの身幅とかと、あとこれは本当に雪が長すぎて、私には私の手持ちの着物も漏れなく出てきちゃうからいいんだけど、でもやっぱりちょっとそこも直しときたいなっていうのがあるから、うん、そうね、雪も直したいしなっていう、そうなんだよね、はいなのでね、もし私が今後長襦袢を新しく作るって話になったら、もうあつらえにしますっていう感じになりそうだよね、今後はね。リサイクルとかプレタでもいいんだけど、まあ、リサイクルは物によってはちゃんとなんていうの、あの押し立てでおあつらいで縫ってあるやつだったら襟周りは問題なくって、あとはサイズ感合うかどうかみたいな話になるかもしれないし、わかんないけど、そうなんかね、ちゃんとあのそこは縫ってもらわないとダメかもしれない、私はもうっていう感じになってきております。いやーなんか贅沢だよね本当にね、めちゃめちゃ贅沢だよね、人様に手縫いで自分の着るものを縫っていただくなんて、本当になんかもう いいのかなって感じなんですけど、まあまあ許してって感じだよね幸い私は着物以外にこれっていう趣味はまああるといえばあるけどないといえばないみたいな感じなのでそうね、そこまでそのめちゃめちゃお金がかかる趣味っていうのはない気がしてるから、だったら趣味とその日常生活を兼ねてる着物に多少、まあ、ちょっと課金しても許されるかなみたいな、ねねとか言ってね、すごいなんか一人で勝手に言い訳してるんですけど、特になんて言うんだろう、なんか伝統のなんとか織りのなんとか縫いでどうこうっていうそういうのが欲しくてお金を出してるんじゃなくて、もう単純にこの実益を求めた結果、やっぱりそれはお金とか手間の問題だよねっていうところに行き着いたっていうことだから、うん、そこはちょっとそう、あの皿洗いが嫌すぎて食洗機買うみたいな感じだと思って出ます、勝手にまあ勝手にね、まあ、言い訳してるんですけど、でそう、私の手持ちの長襦袢でもう一枚、これね証券のやつなんですけど、夏物のローの襦袢を実は持ってて、実はね、そうこれはいつだ、 4,5 年前かな、 4,5 年前とかだと思う。私のあの出身の石川県帰った時にかの有名な、これあれだ、着物オフさんで買ったやつだ、ジャムル K さんと着物オフさんにその時行ったんですよ、5年前に車一人で運転して、もうその時は着物生活始めたてだったから、とにかくあの数が欲しいっていうそういう時期だったんですよね。もう洗い替えも必要だし、いろいろ目移りしてるっていう時期、とにかくもう全てをリサイクルで何としても掘り出して揃えてやるみたいな、そういうなんか熱意のある時期でしたね。熱意のある時期に
あの着物オフさんで、これをね掘り出しまして、で一回水で洗ってんだよなこれっていう、そういうこうですね。でなんで今これを引っ張り出してお見せしてるのかっていうと、証券のロの字盤って逆に今ぐらいの時期いいんじゃねっていう、そういう話をしたくて、そう今日も今日とて長襦袢の話です。はいまあこの襦袢はちょっとね、あのここにシミがあったりとか、あとねここにあれスタンプをしてあるんですよ。あの反物の端っこにさ、なんか単語ちりめんとか書いてあるスタンプをしてたりするじゃないですか。ああいう系のスタンプが押してあって、なんでこの位置にあるのかが謎なんだよね。打ち上げ見る感じ、ちゃんとあのついであるんじゃなくて折り返しになってるから、このスタンプがある場所が反物の端っこってわけではなさそうなんだけど、なぜかねスタンプがあって、でもスタンプのあるところも普通に着物としてなんか内蔵されててみたいな、そういう状態で、水洗いしてもこの美しさを保ってるわけだから、今の時期ちょっと肌寒くて朝の襦袢まで行くときついけど、そうこういうねがっつり証券なんか袖無双とかやっちゃうと、今みたいに、まあ、今日お風呂上がりってすごい特殊な状態だけど、まあでも例えばねお風呂入ってすぐ着替えてどっか行かなきゃいけないとか、そういう時とかもなんかにちょっとしんどいなみたいな時にこういうのとか着たらいいのかなっていう風に思うんですよ。あとは夜朝晩寒くても日中だけちょっと暑いみたいな時もあると思うんですよね。今日私が住んでたとこは日中もわりかし寒かったけど、地域によっては日中は暑かった、朝めっちゃ寒いけど日中暑くなって、今日なんかすごい厚着したけど失敗だったかもみたいなことをおっしゃってる方もあのいたので、まあ、地域によってはそういうこともあるし、私の住んでるとこもそういうのあるだろうしっていうので、そういう時こそねこういうのがいいんだろうなっていう気がしました。でもこれは洗ってしまってる襦袢なので今後も洗うよねって感じなので、真夏もね、まあ、洗えるからといってすぐに汗でべっちゃべちゃにして一回着たら一回洗うみたいな、そういう使い方はできないと思うけど、何回か着て洗うみたいな、そういう感じ、もしくは本当に今の季節汗かかないようにして、でもシーズン終わりとかに一気に一回だけ洗うみたいな、そういう着方をしたらいいんじゃないですかねっていう風に勝手に思ってますっていう、そういうやつで、なんで今日じゃあこれを着なかったのかっていうと、半襟がついてないからですはい、あもう理由は本当にそれ、半襟をねつけようと思ってつけてないでしたっていう、つけようと思ってそうつけてないでしたっていうね、そういう感じなので、半襟つけなきゃいけないんだよね。何の半襟にしようかなっていう風にね思ってて、そう結局私の普段着物生活の半襟、ちょっとカメラの角度が微妙かも、すいません、ちょっと直します。どう、ちょっと上に上げようか、なんか頭が切れちゃう。はい、こんなもんか、よいしょ、揺れてたらごめんなさい、よし、はいね、撮影を止めずにカメラを変えの画角を変えるっていうね、そういうあれですね。何の話してたんだっけ、長襦袢の半襟だ、そう半襟の話今着てる長襦袢も白い半襟がかかってるじゃないですか。もうそうなんですよ、私一時すごくなんかね季節ごとに半襟を変えて、その時々の柄とか色とかを楽しむっていうのに憧れてたんですよ。着物生活を始めた時とか、まあ、始めようと思っていろいろ揃えたりとか始めてから、まあなんか長襦袢を繰り回すみたいな話になった時に、そう半襟をその季節それぞれのものをつけて楽しむっていう、そういうのすっごい意識高いことを考えてたんですよね、その時は。でおそらくその若干その意識の高さっていうのは、まだ多分この動画をのチャンネルを始めた初期の頃にちょっと垣間見えるかもしれない。なんかいろんな色のあの半襟、手ぬぐい半襟をつけて、まあ結局長襦袢ごと洗濯してるからめったに変えないんだけど、それでも季節が変わったら変えるみたいなことをやろうとしてた、やってたとは言えないけど、やろうとしてた時期が若干垣間見えるんですけど、
まあ案の定無理ってことが分かり、今もう白いのつけとけばよくないみたいな。夏場は私今夏の長襦袢が本当に真夏に着てるやつがもうこの2枚だけなんですよ。この2枚かもう浴衣で襟つけないっていう、この2枚って言って1枚隠れてて分かんないね、なんですけど、そうこれはあの手ぬぐい半襟を頑張ってた頃の名残が残ってます。でこっちはあの着物モダンさんでこの襦袢買ったんですけど、そう着物モダンさんでこの襦袢買った時になんかおまけについてつけてくれてたこう白いレース綿レースの入りで、まあちょうどいいからつけとくかっていうので、この襦袢襟つけなくても着れるようになってて、そしたら半襟がねこれと同じ色になってすっごくおしゃれなんですけど、なんですけど私の持ってる着物と合わせた時とか、あと私の顔の周りをあんまり強い色にするとちょっとあんまり微妙っていうことが自分で着てて思ったので、まあ明るい色にした方がいいなっていうので試しにつけてみたら、え白最強じゃねみたいな風に結局思っちゃって、そうなんですよ。長襦袢もそうだし、その前は結構ね半襦袢を着ることが多かったと思うんですよね。もう長襦袢着ずにね、その時はこういうねもうあの半襟つけなくていいってなってる半襦袢着てて、その半襟はだいたい白いっていうので着てたらすごくいいでしたあの何にも考えなくてよくなるからね、半襟がただ白いっていうそれだけでね、何にも考えなくても何色着てもいいし、着物着てもいいし、夏物を着たっていいし、浴衣を着物風に着るって言った時にも、また肩がってきたね、はい、着るって言っても普通にあの白なら何でもいけるじゃんか、赤でも青でもピンクでも紫でも茶色でも緑でも何でも合うから、もう何も考えなくていいっていうその 白の魅力に虜になったって感じで、そうで結局この証券の今着てる長襦袢もあの白い半襟をつけてます。ただし一番白半襟の弱点は汚れ、そう汚れるともう途端に汚らしくなるっていうのが白半襟の最大の弱点だと思うんですよ。でそれで私が着てて思ったのは、こう綿レースとか、私が今これ着てるやつも分かるかな、ちょっと影にしたら分かるかな、結構地紋が入ってて膨れ折りになってる証券の長襦袢じゃないあの半襟で、まあ、確かに結構汚れはするんですよ。こうほどいてこうパッと広げてみたらうわーってなるんですけど、ちゃんと洗濯できる証券でなおかつ地紋が膨れ折りとかなんか凹凸があるような半襟だと言うほど白でもめっちゃ汚れが目立つってことはまあ大丈夫じゃないっていう気がしております。で今この手に持ってるこの半襦袢はどんだけ着たっけな、結構着た気がするんだよね。うん、あの覚えてないけど、半襦袢を取り入れ始めた頃からもう相当何回も着てる半襦袢なんですよ。あのちょうどよくね透け感も抑えつつでもそんなに暑くないから夏真夏とかでも全然着れたっていう、そういうね素晴らしいことで、特に襟を洗ったりはしてないんですよ。ワイシャツとかって脱いだらここら辺ちょっと石鹸つけてから洗濯しないとどんどん黄色くなっていくじゃないですか、ね、制服とかねそんな感じでしたね。あんまりそういうことはねめったにしてこなかった感じなんですけど、ちょっと光が反射して見えにくいかな。でもこのぐらいで見て言うほど別にめっちゃ黄色いとか汚いとかっていう風に見えなければもう良くないですかっていうのが私の考えですもしくはもうオフホ なんていうの、めっちゃ真っ白っていう感じの白じゃなくてちょっときなりっぽい黄みがかった色の白半襟を選ぶっていうのもあの汚れがひどく目立ちにくい、あの汚らしい感じにならないと思います。ただ私は多分顔つり的にどちらかというときなり黄色系よりも真っ白系の方が合うと思ってるんだけど、どうなんですかね。あんまり青白いとそれはそれで微妙だと思うんで、
まああんまり別に気なりでもなければ青白くもないよねぐらいの白だねみたいな白がを選ぶ感じになってなってるんですけど、そうもうなんかね意識高い人のおしゃれの話、長襦袢の沼とかこだわりとかっていうのもそれはそれで深いんですけど、逆にそれを意識が低くなったら何もなこだわりがなくなるかっていうと全くそんなことなくて、まあ、どこまでその意識の低さをなんていうの貫けるかみたいななんか勝負になってくるんだなっていうのを自分ですごくね実感してました。で今日本当は着物を着ようと思ったんだけど、やっぱ正絹あったかいわ。あの、まあ、風呂上がりで暑いっていうのもあるんですけど、ちょっとこれ以上重ねたら本当に汗だくになりそうなんだけど、まあいいや着るか。よいしょ。前回もねなんか暑いから着物着ませんって言って長襦袢姿で終わった気がするから、今日はちょっと着とこうかな。なんかそういう感じです、意識低い系普段着物っていうのは。で、はい、今年初、今年っていうか今シーズン初のこの子です。これは遠州メンツ麦の何着物です。何じゃないよね、あの自分で初めて完成させた着物なので思い入れもひとしおある、ひとしおっていうそういう子ですね。いや頑張ったよな、よく塗ったなって感じですね。で、まあ、もちろん私が塗ってるので下手くそは下手くそなんですけど、ただ完成した後にピンポイントであのここはっていうところはあの先生がねあの修正してくれてるから着心地もめっちゃいいっていう、なんかハイブリッドって感じですねこれは。はい、よいしょ。というわけで、あでも暑いな、暑い、羽織るとねまた暑いな。結構ねこの遠州メンツ麦の着物薄手ってほどでもないけど言うほど分厚くもないから最近よく着てるグレーのリネン着物の五感の着物としていけるんじゃないかなって思ってはいるんだけど、ただねあの実際にあったかいかどうかっていうのとは別にこの生地自体が持ってる面のふわっとした感じね、ちょっとなんていうのこの、ね、この生地自体に熱風が立ってるんですよね、そう糸がそういう糸を使ってるから、まあ、すっごい悪い言い方すると毛玉みたいなのがいっぱいついててそれがふわふわしてるっていう感じを与えてくれるので、寒い時は薄手だけどなんか軽く着れて素晴らしくてあったかいかもみたいな感じになるんだけど、暑い時に薄い着物を着たいってなった時に逆にそれがちょっと暑苦しいって感じちゃって、まだね今シーズン今日が初めてですよね、動画に出すのも初めてだし着るのも初めてっていうそういう状態ですね。ただ今日の寒さでもし外に出る日中そうねとしたらこの子を着てた。今日は電車の時間を10分間違えてたせいであの洋服でねめっちゃ走ってそのせいで喘息にもなってなんかちょっとね散々な日だったんですけど、いや全部私が悪いんだけどね、なんか散々な日とかねなんか人のせいみたいな言い方してますけど私が全部悪いんですけど、まあ、ちょっと自分のねダメさにちょっとちょっと悲しいなってなった日だったんですけど、まあそれでも今日こうやってね一日の締めに着物を着られてすごく嬉しいし、もうなんか長襦袢の話をね楽しく多分20分ぐらい30分近くしてるねっていうそういうのですごい元気出たっていう感じです。あそう生地自体はね別に分厚くないから全然いけると思うんだよな、ただなんかなんとなく暑いなって思っちゃって残暑があるなっていう時はまだ出してなかったんですよね。よいしょ。でも軽さはそう思った時の単純な重さはリネンよりこっちの方が断然軽いのでなんか着物の涼しさって軽さ重さかあんまり関係あるようでない場合あるなっていうのは思いますね。リネンはねそうすごくね
便利だな。もう毎日それでもいいってぐらいだもんね、仕事行くときはっていう、そういう着物ですね。だから私着物は別にプレタでも平気って言ったらすっごい失礼なんですけど、プレタでもそのすっごくなんか着にくくて無理っていう風にはなりにくいタイプなのかもしれない。もともとそんな繊細にその着物の仕立ての違いを感じ取れるようななんか繊細な人間ではないからあれなんですけど、でも長襦袢だけはちょっともう無理ですもういらないもんね、伊達締めとかさ、後輪ベルトとか、まあどうなんだろう今スズロベルトの細いやつ1本だけで止めてるから、それで止まってるから伊達締め、紐で着るんだったら伊達締めはいるのかなとか思ったりはするけど、まあ、それにしたってね、あの、エモン抜き毛がいらないわっていう感じです。そう、エモン抜きがいらないんですよ、このマジでぴったりしてる長襦袢には。エモン抜きが必要なくて、もうそれがね、よいしょ、逆に言うと私そんなになんかめっちゃ着付けを突き詰めてるわけではないので着にくい長襦袢はエモン抜きがついてようが後輪ベルトしようが伊達締めとかめっちゃ固定しようがうまく着れないです着付けはね、うまい下手じゃなくてね、なんか自分の体に合ってるサイズが合ってるかどうかっていうのを、あの、着た時に感じ取れる能力をつけられるかどうか次第な気がする。なんか手先の器用さとかいらない本当に。あ、これは体今サイズ合ってんだなみたいな、肩にちゃんと乗ってんだなみたいな、そういうのを感じ取れるかどうかで、よいしょ、それはなんかもう感覚の鋭敏さとかじゃなくて、ただ何回もやってたら分かるようになるっていう、それだけな気がしますね。もちろん感覚鋭い人はちょっと1、2回来て分かるみたいな人もいるかもしれないけど、まあでもどんな人だってね、さすがに 3,4 年着物生活やってれば分かるよねそれはみたいな、そんな感じな気がしますね。よいしょ、なんかうまく着れないなっていう人は着方を工夫するっていうのもいいかもしれないんだけど、着方よりも多分長襦袢ごとなんか変えてみた方が新たな発見があるかもしれない。別のサイズだったり別の仕立てだったり、なんかそういうね、プレタはプレタでも別のとこが作ってるやつとか、なんかそういうのを試してみて、あ、なんかこれとこれやっぱ違うんだな、同じような形してるけどみたいな、そういうのを感じ取ると分かりやすくなる気がしますね。私もやっとね、この一夏ずっと長襦袢ばっかり、ね、この2枚をすごくね繰り回して活躍してもらってて、でもそのたんびにね文句言ってねごめんねって感じなんですけど、まあ、正直やっぱ着にくかったんですけど、でもそれだけ着にくいものをひと夏着てやっと分かったっていうねえ、まあそんなもんですよ。頑張ればねひと夏で分かるようになるのかもしれないそんな感じです。帯か、どうしよっかな、なんか今日はこれにしよっか、なんかね普段着って感じの色合わせで、これはこれで好きですね。私はだいたい同じような色で、あんまりそのなんていうの、白ともう一色ぐらいしか使わなくてもういいって思ってるタイプなんですけど、たまにこういうなんか反対色までいかないけどね、合わせた時にコントラストがはっきりするような色っていうのもそれはそれでいいのかなって思います。これはいただき物の綿のおそらく花織りの母幅帯でございます。非常に使いやすくて気に入っております。柔らかくてね、柔らかいんだけど言うほどぐじゃぐじゃにならないから大丈夫っていう、意識低くても適当にやってもまあ割といけるっていう、そのくるくるになんないっていうねそういう素敵な帯ですね。ただ真夏はやっぱ正直暑かったから
夏は閉めてなかったね。そろそろこれからですね、この子の本領発揮は。で最近はこのタレの先をあえてすごく長くして折り込んでます。でその理由としては、特にこの帯すごく分かりやすいと思うんですけども、ふにゃふにゃだからこれぐらいでしてたとしてももう落ちちゃうんだよね。なのでちょっとシュッとするために、分厚くするために折り返してるっていう、そういう感じです。ちょっとこんなもんかな、はいそんな感じです。なんか、ね、帯の締め方もなんだかんだ意識低いなりに工夫していくもんなんだなっていうのを思いながらね、よいしょ、今日も長いこと喋りましたけどちょっとね咳込んでるのが多くて、なんか聞き苦しくて非常にすいません。あとなんか画像も、画像っていうか動画もね、唇になんかずっと白いの乗ってて気持ち悪いって思われるかもしれないんですけど、まあ、そんな画質良くないから、このカメラっていうかスマホだから、まあ大丈夫かなと思うんだけど、ちょっと見苦しい聞き苦しいところがあったら本当にすいません。これはでも咳喘息なのでなんか変な感染症とか熱が出てるとかなんかそれ以外の症状があるわけではないのでまあ許してくださいって感じですね。多分本当に感染症になってたら、私今頃動画なんて撮ってらんない状態になってるはずですもん、多分。よし、というわけで今日はこの後、まあ、ゆっくり温まりながら、喉をいたわりながらのんびり過ごそうと思います。明日頑張ったら3連休だからね、頑張ろうねみたいな感じですね。もうさっきまで3連休で3日間しか今週平日ないのに、もうすでになんか疲れたもん疲れたもんっていうかね、今日の私のもうヘタレ具合がひどくて、ちょっとあれですなんかシュンってなってるっていう、そういう感じなんですけど、まあでもね、一日の終わりに楽しく着物着て、なんか長襦袢の意識低いことばっかりだけどいっぱい喋ってすごい楽しかった。で翔家の長襦袢ってやっぱり体に沿って垂れる分、雪が多分着物と合ってても袖から出やすいんだなって思った。多分翔家の長襦袢もっとね短く作ってもいいかもしれない、雪っていうことを今思いました。はい、まあでもこれはこれでなんかなんていうの、十二人みたいなあるじゃん、こう重ねを楽しむみたいな、そういう感じでいいんじゃないですかねって思います。はい、気になるならね、ちょっとこう着物を幅広くすればいいですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。